お疲れ様でーす。遅番でまさかの残業、長くてやっと晩ご飯です。今日の晩ご飯はまた TKG とあと冷凍食品といつもの納豆です。今日コミュニティにも言ったんですけど、15日、城ヶ島やっぱり行けなくなっちゃったんですよ。でその理由っていうのがちょっとひどくて、うちの姉ちゃんが公務員なんですよね。で土日もちろん休みじゃないですか、公務員なんで。で病院の方は自分がスーパーマーケットで働いてるから土日が来れないっていうのは分かってるんで、姉貴に電話したらしいんですよ。着替えとか、あと必要なもの、歯磨きとかタオルとかそういうのがないから、持ってきてくれっていう連絡をしようとして電話したらしいんですよね、昨日の 朝というか午前中から。で電話したのに、もう昨日の朝からずっと何度も電話して、で今日も電話出ないとということで、俺の携帯にかかってたんですよ。でまだ電波がつながってる状態だったんで、電話出て、ね、事情聞いて、もう分かりましたしか言えないじゃないですか。でもうすぐ分かったんですよ。姉貴パチンコやるんですよ。だから北本のパチンコに行けば絶対いるってのを俺は知ってるんですけど、あえてそれは言わなかったんですよ。で何度も今日鬼電して昼過ぎかな、夕方前ぐらいかな、やっと連絡ついたんですよね、姉貴と。で姉貴にそのこと伝えたんですよ。そしたら、あんまり関わりたくないからって一言言われて、ちょっと高知郎頼む、行ってって言われて、いやいやお前休みだろと、おい仕事中だぜってということで、パチンコ優先されたんで、15日は病院に荷物届けに、まあ見舞いがてら行くことになりました。でワンチャンあるかなと、行けるかなと思って病院に再度電話したんですよ。要は明日も自分遅番なんで、明日朝午前中届けられるか確認の電話したら、9時から4時の間だったら大丈夫だと。でそれ以外は受け付けないって言われちゃったんですよ。9時？会社はいくら遅番とは言ったって、そっから新都心まで行って戻ってきてって言うと間に合わないんですよね、仕事が。で夜は夜で遅番なんで、またこれぐらいの時間じゃないですか。だから結局15日は自分が病院に行って、まあ母親の入院に必要なもの、まあ自分もほらね、秋入院してたんで大体わかるからと思うんですけど、見舞いっていうかそのね、病院に必要なものとパチンコどっちが大事なんだよって思うし、それが例えば出勤だったらまだ分かる、休みですからね、休みでパチンコ優先して行かないっつうのは人としてどうなのかなってちょっと思いました。でまあなんか15日の天気もなんか分かんないんですよね、微妙なんで、まあしょうがないかなって、まあ結果オーライなのかなって。で次が19日なんですよ、日曜日、観光の方が多いんですよね。まあ仕方ないんですけど、でボランティアリーダーさん含めボランティアの方の連絡取れる方にはそれは一応伝えたんですよ。15日行けなくなってワンチャンあったけどやっぱりダメでしたって一応報告して、でボランティアリーダーさんからの返信がだから、ね、状況でね、いろいろね教えてくれてたんですよ、島のその猫の状況を。まあとりあえずまあ安心。ただなんかみーちゃんとなぎさちゃんがやっぱりあんまり仲が良くなくて、まあご飯は食べてくれてるらしいんですけど、ちょっと心配ですね。だから本当にもうなんかみーちゃんのエリア、虐待エリアがすごい心配です。ミルクティー絡みで知り合った
インスタの猫仲間の人もやっぱそういうところまでやっぱ城ヶ島あのミルクティー関係だったんで詳しくは分かんなくらしくて、あの動画アップしたら虐待エリアって何って返信が来たんですよ。だからちゃんとねそれは正直にというか、まあ、当然ですよね、虐待実際あるわけだし、うん、だからそこがすごい心配なんですよね。だってねえ、みんな一生懸命生きてるわけじゃないですか。なのに虐待する干物屋のジジイと、あとね漁港のあの太った漁港の人、漁港じゃねえ、あのそう漁師か、なんでとにかく心配です。できました。今日の晩ご飯は、この冷凍の関西風お好み焼きと、あと卵かけご飯と、あとまだお湯入れてないですけど、簡単にインスタント麺が作れる容器で、なんだっけ、ラオウの醤油豚骨です。ではいただきます。